はい、どうも、ゆとりです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、久しぶりの検証動画やっていきます。結構本当に久しぶりの検証動画なんですけど、僕の過去を投稿している検証動画の中でも毎回再生を伸ばすあのブランドがなんと新作のファンデーションを出したっつうので、これはもう試すにはあかんやろってことでやっていこうと思います。事前に僕いつも試すので、紹介する前になので、実際手にこう塗って使ってみたんだけど、手に塗った感じすごいいい感じだったから、実際どんぐらい耐久するのか、崩れにくいのかっていうのも含め検証していければなというふうに思っております。じゃあ早速やっていきましょう。スタート。本当にさ、黒髪の調子がめちゃめちゃ良くって。てかもう、本当見慣れたんだよな。元から黒髪じゃなかったっけってぐらい。そもそも黒髪生まれてくるんだけど、みんな、アジア人は。なんかもう、すごい安定なんだよな。で、早速ね、今日紹介するファンデーション、紹介していこうと思います。じゃん、こちら。じゃらーん。メイベリンでございまーす。メイベリンの SP ステイルミマットリキッドファンデーションでございます。新しいパッケージがね、見てこんな感じで、パステルカラーのパープルのキャップなんですけど、横にね、このスーパーステイって文字が刻印されてたりとかして、おしゃれなパッケージなわけですよ。で、若干この瓶がすりガラスっぽく曇ってる感じなんだけど、何を隠そう、僕はもうね、メイベリンのフィットミーがもう本当に大好きで、それがまた別の新しい新作ファンデーションなんですけど、今回のこのルミマットファン、また椅子でガレガレしてるらしいですが、ルーダメだよ、やめなさい。ルッタン、それガレガレじゃないでしょ。なんだよなんだよ。はい、手取り出しまして、こちらの新しく出たルミマットファンデーションはつけた感じが本当にこう薄くて軽くてなのに崩れにくいという、欲しいものをいいとこ取りしたような、今のねトレンドぴったりな、トレンド感のあるファンデーションになってます。カラーは全部で6色展開がありまして、塗っていこうと思いますね。色展開はこんな感じです。割と明るめから暗めまでが明暗がすごくはっきりしてるなという印象。こう見ると全然色違うよね。実際に言っていこうと思います。で、色選びなんですけど、基本的に僕いつもよく言ってるんだけど、エラのこのラインですね、ここにファンデーションをまあ何種類か自分がこの色かなってものを塗ってあげて、首との色を見てあげるとすごく僕は顔に合わせやすいんじゃないかなと思うので、そういう風に試して色を選びをしてもらえればというふうに思います。ちなみに僕はですね、こちらの3色が合うかなって思ったんですけど、試したところこちらの W20 番ですね、こちらが合いそうだったので、こちらを今日使っていこうと思います。では早速使っていこうと思います。こちらですね。なんで、すごい伸びが本当にいいので、半プッシュで全顔いけちゃうんですね。なので、今回は僕はもう半プッシュだけです。このぐらい。本当にパール一粒分ぐらいの量で塗っていきます。下地もいつも通り塗ってあるので、早速塗っていくんですけど、ルミマットはですね、指で塗っても本当に綺麗に仕上がるってことなので、今回指のみで塗っていこうと思います。いけるのか？本当に。期待してるんだからな。で、崩れにくい塗り方として、本当に伸びがいいからこそ、少量を本当にこう、さっと一気に顔全体に広げるっていうのが一番大事なポイントになります。早速塗るね。この顔の中心から外側に向かってこうさーっと全体に広げるように塗っていきます。うわ、めちゃめちゃ軽いのよ、本当に。最近であんまりこう厚塗りってよりかさ、自分の元々の皮膚が綺麗なように見せるような、あえて私メイクしてませんけどみたいな、ノーファンデですけど私みたいなのを装うようなメイクがすごくね、やっぱ流行ってるし、ファンデーションも結構ね、美容液ファンデーションとかそういうこう薄付きなものが結構多いんだけど、結構そういうものってさ、崩れやすかったりするわけですよ。これがね、どれだけのものなのかっていうね、僕はすごく注目してるんですけど、でもね、見てね、もうすごいじゃん、もう綺麗だもん。おでこはまだ塗ってないけど、すごくない？この綺麗さ。まだね、こんだけ残ってるんですね。超伸びいいの、本当に。しかも指で、今。指で塗っててこの感じね。すごくないですか？中央から外側に向かってね、塗っていくと。なんかベタ塗りというかは、このね、おでこの真ん中、頬の高いところ、あと鼻、顎、前にこう出てるところがカバーされてるだけで、結構ね、顔全体カバーされてるように見えるし、あとなおかつね、このエラぐらいまでしっかりとベタ塗りしない方が、自然とファンデーション塗る段階から、こう、陰影ができるので、僕も普段最近ね、そういう風に塗るとか多くて。で、こういう白斑があったりとか、そういう気になるところは、上からね、ちょんちょちょんと、また重ね塗りします。重ね塗りしてもね、やっぱ薄膜だから、全然こうムラにもならずに、すごい綺麗に広がるし、何度も言いますけど、塗っているの指です。パフも何も使っておりません。指で塗ってこの綺麗さです。別にこれさ、僕が技術あるから上手いって思ってるでしょみんな。そういう文句やめてもらっていいですか？もう全然これはね、技術とかいらないの。本当にもう塗るだけでこうなるの、誰でも。やっぱね、ルミマットっていうだけあって、結構マットな質感。ツヤもね、ちょっと残ってるけど、やっぱほんとセミマットな感じで、カバー力もね、結構あるんだけど、やっぱ自分でこう、塗る量によって調節ができるから、汚染塗りすれば結構カバー力も発揮するし、一回、
頑張って。うちの空気清浄機は喋るんですね。ちょっとやめてほしいよね。あ、で、一回塗るだけだったら結構自然な質感になるんですけど、本当にこう第二の皮膚みたいな感じで、薄く膜を張ってくれてるだけなんですけど、めちゃめちゃ綺麗に見えるので、なんかバレにくいと思う。これでもしすっぴんって言っても気づかれないレベルの自然さ。素肌っぽいファンデーションってあるけど、ここまで自然なファンデーションあんまないんじゃないかなと思うぐらいすごい自然。あと何よりさ、僕のやっぱ色選び天才じゃない？てか、6色展開でこんなに色が合うのもすごいよね。褒めすぎ？ちょっと。こっちも塗っていきますね。本当にさ、軽いこう微粒子がさ、薄く膜を作ってくれて、なんでこんな軽いのに、こんなに綺麗に仕上がるんだろうってびっくりなぐらいなんですけど、鼻のさ、僕がずっと気にしてるさ、この小肌の黒ずみとかもさ、すごい綺麗に目立ちにくくなってる。白斑もね。しかもね、密着感がすごいので、触っても全然つく感じがしないの。だから本当にね、密着力もすごいあるし、マスク生活が終わってさ、マスクとかの個性に強いとか、あと水に強いとか、そういう部分よりも、最近やっぱ長時間でかけることがさ、増えたからさ、より快適になおかつ崩れにくいメイクっていうのを楽しみたいって人が増えてると思うのよ。だからこそこんだけさ、もうつけてるってぐらいの、もう超薄膜で、結構しっかりとカバーもしつつ、長時間崩れにくいっていうファンデーション。こういうファンデ欲しかったって人多いと思うんだよね。で、僕の思いにもさ、結構ファンデーション指で塗るタイプの人間だからさ、僕からしたらありえないんだけど、パフ絶対使いたいと思うんだけど、このファンデはね、指だわ。なかなかさ、クッションファンデとかさ、リキッドファンデ、まあ全部含めても、デパコスでもこんな綺麗に仕上がるファンデないと思うんだよね。僕すごいやっぱファンデーションいっぱいいろんなもの試したりするんだけど、仕上がりが綺麗なのってさ、限られてくるというか、なおかついろんなこうブラシとかパフを使って綺麗に仕上がるものが多い中で、指で塗ってこんだけ綺麗っていうのは結構な驚きなわけですよ。なおかつこうやってさ、何回も僕今、この白斑の部分だけさ、カバーしたいから、すごい重ね塗りしてるんだけど、ほっぺだけ。でも全然こうムラにもならず、剥がれたりもせず、すごい綺麗に塗ってくれるのもすごいですよね。はい、と言ってる間に全顔塗り終わりましたけど、めっちゃ綺麗。僕さ、基本マットが好きだからさ、すごいいいよこれ。で、一応やっぱ皆さん気になると思うので、皮脂検査をしていきましょうか。やっぱ検証動画なんでね、これ。いきますよ。お、まあまあ気持ちついてる気もするけど、でもここに全く影響なしって感じ。うん、綺麗。本当にこう触った感じ、ペタペタあんましないから、すごい密着感が本当に素晴らしいですね。すごいよね、メベリのファンデの処方って。唯一無二な感じがする。で、検証していきたいので、全顔フルメイク仕上げていこうと思います。はい、というわけでメイク完成しました。どうでしょうか？ツヤもね、いい感じに残ってて、か、めっちゃ肌綺麗くない？無加工でこの肌やばくない？てか今日のメイクさ、すごいいい感じだと思うんだけど。僕の中でのナチュラルメイクの最上級という感じの、すごい自然なメイクだけど漏れてる。このメイクもね、またもうちょっとね、突き詰めて、動画で紹介できたらなと思いますけれども。はい、という感じでメイクしていきました。で、このファンデなんですけど、なんと30時間経っても崩れにくいっていう風に言われていて、正直ね、めちゃめちゃ疑ってるんですね。いくらね、こんな肌綺麗に仕上がったとはいえ、このファンデーション好きだからとはいえ、30時間も崩れないわけないじゃないですかって思ってて、どんな瞬間もね、綺麗でいられたらもちろんそれが一番いいんですけど、正直皆さんもね、本当って疑うじゃないですか。なので、今からね、お出かけをして検証していきたいんですけど、まあ、さすがに30時間はね、ちょっと僕もちょっと起きてられないので、そうだね、今から出かけかけて多分8時間とかかなだと思うんだけど、またね、深夜になったら動画回そうかなと思ってますので、今からお出かけをしていこうと思います。じゃあ早速行ってきます。はい、今大体ね、多分3、4時間くらい経ったかなという感じなんですが、若干ツヤもあるものの全然綺麗。こういう感じです。また撮ります。はい、シャワー帰ってきました。どうでしょうか？今時間が1時45分なので、結構ね、時間しっかりと、8時間半ぐらいかな、メイクしてから経ったんですけど、あのさ、もうさ、てか、なんならトイレ行ったりしてる間にさ、実感してるんだけど、めっちゃ綺麗だよね。若干まあ、ツヤはあるんだけど、小鼻周りとか全然崩れてる感じもないし、さっき普通にさ、お友達のお誕生日会だったから、普通にこう食べたり飲んだりとかいっぱいしたんだけど、本当に綺麗だし、てか、なんならその、向かいに座ってる友達からも、今日なんかロボットみたいに肌切れたね、みたいな、って言われてるぐらい、本当に、むしろこのツヤ感でさえもう、すごい肌綺麗に見える。このクオリティでさ、2720円なんだよ。デパコスとかマジ比じゃないよね。新作もやばすぎるわ。いや、本当にびっくりしてる。てか、普通に綺麗だね、今日のメイクってね。なんか、綺麗じゃないですか？なんか、ちょっとどうしよう。かっこいい。かっこよく出た。はい、ということで、検証結果的には、もう本当にね、まあ、8時間なので、30時間検証できれば嬉しかったけど、8時間半経った感じこれなので、マジ全然崩れてないし、むしろ超綺麗だから、マジでいい。しかもやっぱ圧力感ない分さ、すごく肌も軽いし、いや、マジで快適だった。本当にね、いいファンデだわ。なんかもうそれにつきます、本当に。はい、ということで、今回はですね、メイベリンが満を持して開発した新作のファンデーション、メイベリンの SP ステイルミマットリキッドファンデーションを検証していきました。ちなみに
こちらのファンデーションは全国のドラッグストアとかバラエティショップ、あとオンラインショッピングサイトなので、2月10日から全国発売されてますので、ぜひぜひ本当に試してみてほしい。ファンデーション迷ってる人とか、今からどのファンで使ってみようかなって考えてる人とか、学生とかであんまりお金かけられないけど、ちゃんとしたファンデーション買いたいよって人はすごくおすすめだし、もちろん学生以外の主婦の方々もすごく満足してもらえるかなと思うので、ぜひぜひおすすめしたいファンデーションかなというふうに思います。では参考になっていいなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録通知もぜひぜひお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ギテイでした。バイバーイ。マジで綺麗。本当にびっくり。